はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画ですね、高田馬場にございます博多ラーメンデブちゃんさんにお邪魔しております。今回こちらのお店が新たなサービスというかラーメンを作る体験ができるとお店で、ラーメンってやっぱりどうしても時間かかるもんだとか、まあ、手が込んでいるもんだとか思われてるかと思うんですけど、ちょっとしたアレンジや工夫なんかで美味しいラーメンができるってことをね、皆さんに知ってほしいということで始まった企画でして、ということで、ずっとね横にいらっしゃる方、はい、デブちゃんさんのオーナーさんでございます、はい、こんにちは、博多ラーメンデブちゃんの店主の海と申します。今日よろしくお願いします。お願いします。全部やってもらいますんで。全部、そうですね、はい、この企画は作ってもらうレシピを知るわけではなくて、参加する僕が全て作るっていう企画なので、ワークショップ形式なので、ね、全部やってもらいます。はい、ということで、今日、作るラーメンというのはどんなラーメンを、一蘭さんのラーメンを模倣した、はいはい、パチランっていうパチラン、パチボン、はい、パチボンなんで、はい、これ大体ですけど、はい、この作る時間どれぐらいかかるもの？お店でまともに作ると、はい、10時間ぐらいかかるんですけどなんとか工夫して、はい、なんと2時間で、2時間で豚骨ラーメンって、まあ、骨を使うわけじゃないですか。そうですね、2時間で出るもんじゃないと僕は思ってるんですけど、それが2時間で、はい、雰囲気雰囲気のまあ、パチなんだ。パチ、はい、したらまず、はい、一番時間のかかるスープから、はい、準備をしましょう。はい、材料は原骨なんですね。で途中で背脂を入れるんですけど、はいはい、1キロの原骨に対して 300g の背脂、はい、1キロの 300g、 はい、はい、ご家庭にあればいいんですけど、はい、これが大体6リットルのキャパの圧力鍋ですね、はい、ここに3リットルの冷水を入れます。まあ、水道水で構いません、はい、お湯と水だと沸点まで到達する時間が違うので、はいはい、その沸点に到達する時間でアクがゆっくり出てくるので、はい、お湯ではなく水を必ず処理してください。わかりました。はい、はい、こちらで、はい、沸くのにおそらく10分、15分ぐらいだと思うんですけど、はい、ここから、強火でアク取りをしていきますと、はいはい、手持ち無沙汰になりますので、はい、その間に、はい、返しを作りましょうか。博多ラーメンの返しっていうのは一般的に薄口醤油、はいはい、まず 180cc、 はい、はい、でそれに、隠し味なんですけど、はい、何だと思いますか？匂いかけば分かると思います。ナンプラー。ナンプラーです。ナンプラー、はい、博多の豚骨ラーメンの醤油の返しの返しに隠し味がナンプラーを入れてるところが実際にあります。180cc に対して 10cc なので、あ、ほんの少しですね。ほんの少しですね。昆布が 1g と、はい、椎茸が 5g、 5g、 あごだし、これがトビウオの煮干しですね、はい、でそれを焼いたもの、これを全てここで、はいはい、と食塩ですね、はい、これが 1g、 1g で、はい、これ 1g あります、はい、これを一度火にかけて沸かすだけで返しが完成します。これで完成、これで完成です。沸いたらすぐ消してください。あ、すぐ沸かしすぎると醤油の塩分が飛んでいってしまうので。はい、はい、分かりました、はい、こんな簡単なんですね。返しに関しても本当にこれですね。ご自宅でこういうのは作れるんで止めますか、これ。どうでしょう、はい、すいません、はい、食べてる途中にでも、あ、もうでもナンプラーの代わりはこの発酵臭がスープに加わった時に厚みに変わるんですね。すごい、楽しめるだけじゃない。でも、もうあと数秒でいけると思います。しゃぶしゃぶだったら怒られてるよ、すでに。早く取りなさいって言うんですね。
ラーメン作ってて一番ここは嫌いな時間なんですけど。あ、一人ですか。頑張りましょう。で、これで終了でもいいんですけど、はい、水を足して温度を冷まして、はい、もう一回沸点を迎えることで残りのアクができてくれるので、はいはい、これをやってもありです。めんどくせえやっていう人はもうこのまま次の工程行ってもいいんですけど、これをやってもありですね。じゃあもう一回これもう一回炊いた方がいい、やってみましょうか。はい、 200cc ですね。 200cc、はい、ぐらいで構いません。一回冷まして、はい、再沸騰ですね。そうですね。あ、この時間が一番そわそわするアクトリは大事な作業ですからね。はい、はい、そうしましたら、はい、ここに 300g の手油です。手油、はい、を投入してください、はい、じゃあこれを300投入と、はい、はい、そしたらですね、はい、再び火をつけて、はい、もう沸くのを待つ前に蓋をします。はい、蓋をします、はい、この状態で沸いてからどれぐらい、音が鳴り始めてから1時間ですね、はい、1時間、はい、で火力の調整もあるので、はい、一旦音が鳴るまで待ちますね。はい、あっつあっつ取りました。で、こっから火を調整、はい、こっから、はい、火力がちょっと強いので、はい、弱める形で、はい、もうちょっと落としてはい、OK です、はい、あ、え、こんなの、はい、強いと問題なのが焦げます。あ、なるほどなるほど今これ、あと逃がしてる状態じゃないですか、はいはい、この状態で1時間キープできれば大丈夫です。あ、じゃあこのシューシューいってる状態をずっと1時間保つ、はい、無理になんか強く炊くみたいなイメージは捨てた方が安全です。わかりました、はい、1時間かけてる間にチャーシューの仕込みをやります。はい、はい、一般的に、博多ラーメンといえば豚バラを使うことが多いです。はい、うちは九州の醤油を使ってますけど、まあもしくはいいやつですね。うちのお店はこれをの再仕込みのやつ、はい、しょっちゅう使ってます。これで1対10ですね。1対10で、はい、はいはい、豚のバラ肉、それをここに入れると、はい、じゃあこれで、はい、あ、でも半分身が浸るぐらいでいい。そうですね。沸いたら、沸いたらもうごくごく弱火ですね、はいはいはい、にして30分茹でて、はい、残り30分ひっくり返して加熱で終了です。終了、終了です。本当に終了です。本当に終了です。うちのお店はこれで作ってなるほど、はい、って言ってると沸騰してきましたので、これをとろ火に、はい、かなりとろ火で、はい、火加減としては一旦沸いてきた醤油がぷくぷくするようなぐらいの温度を一定に保つことですね、はいはい、いいと思います。美しいです。お、チャーシュー完成ですか。チャーシュー完成ですね。チャーシュー、はい、うわ、うまそう、ね、あ、いいですね。これ1時間弱でできる。1時間ですね。逃げるこれ。入れた時よりも相当膨らみますね。うん、そうですね、うん、一蘭といえば、といえば、といえば、あの上に乗っている赤い体でってことですか、はい、あの秘伝のタレを作ります、はい、秘伝ですよ食べた限りこうなんだろうなっていうことで近く寄せたものを作る。わかりました、はいはい、で用意するものが赤いコチュランですね、はい、黒いのではなく赤いコチュランと一味唐辛子、一味唐辛子とみりんですね。以上です。以上です。以上ですもうなんかずっと僕疑われてますねコチュジャンを 20g、はい、20g、はい、さらに次一味唐辛子、はい、これも 20g ですね。20、はい、割合は1対1、1対1ですね、はい、はい、そしたら 70cc のみりんです。みりん70と、はい、はい、あ、でもこんな感じですよね。持ってますよねこれ
乗ってるよねこれ、みんなの知ってるよねこれ、知ってるんですね、え、はい、ずっと疑っててすいませんでした。本当にできちゃったこれ、はい、ガッて鼻にくる唐辛子の香りってのは似てるというか、 そのまんまです、はい、ほぼリスペクトなんでね、そうですね、もうすごい、はい、オマージュオアリスペクトなんで、そうですね、はい。1時間経過したので、はい、火を止めて、はい、減圧をします。はい、あー豚の匂いしますね、しますね、はい、豚骨ラーメンだったっていう今感動が、ラーメン作ってますね。嬉しそうな嬉しそうな感じ。あー、もう白くなってる。そうな、1時間熱かけて炊いたスープでございます。まだね、その豚の脂とスープが分離している状態でございます。はい、そしたらこれを今度はもう1時間かけて優しく炊いて乳化を強めます。700、はい、と水を入れます。追加で、はい、はい、一旦沸くまでは強火で結構です。はい、はい、早く食いたい。で、沸いてきたら、はい、火を合わせながらなんですけど、はい、さっきのチャーシューぐらいだと弱すぎるんですよ、はい、ちょっと強いぐらいで対流を作ります。はい、なんか混ぜたりとか手を加えずにもうこの火の対流だけで、そうですね、ゆっくりと煮出していく形になりますね、はい、で、それをいざじゃあラーメンに仕立てていく返しを、はい、今日は 27cc 使います。 27cc、はい、これレトル1杯ですね。そうですね、はい、そして、味の素がすり切りで2杯、はい、すり切りで2杯、はい、2g です。 2g ですね、はい、はい、で砂糖は1つまみぐらいでいいと思います。つまみで、はい、1g 以下ぐらいですね、はい、はい、で、ニンニクですね、はい、ほんのちょっとでいいと思います。すり切り1がほとんど落ちればいいぐらいです、はい、OK ですね、はい、そしたらですね、はい、ここに2時間かけて作った、はい、スープですね、 350cc、 はい、はい、テードルで作って、はい、テードルの刃でこう回して押す形で、そうですね、まあでもこんな感じですね。一蘭さんでいうこってりだとこんな感じですかね。すごい、一気に変えますやっぱり。あ、そうですね、こんな感じですね。続きまして麺をほぐしてもらって、はい、軽くでいいですよ。茹で加減どうしましょうか。普通でいきます、はい、はい、じゃあ普通でいきましょうか、はい、どうぞ、はい、はい、5、4、緊張する、2、1、はい、はい、ちゃっちゃっとこう、あ、いいですね、上手ですね、あ、いいですね、綺麗ですね、いいですかね、はい、はい、そしたら、はい、右にチャーシューを2枚、はい、右に2枚、はい、ここですか、はい、はい、お好みでいいです、並べて、はい、で左サイドに、はい、ネギをこの辺、はい、そうですね、お好みでいいんですけど、こんな感じで、はい、はい、でセンターに、はい、特製のタレを、はい、これ乗せた途端一気にパチランになりますから、すげえ見たことあるやつですね。これみんな知ってる、これみんな知ってるやつだよ、これみんな知ってるやつですね。で聞いたよ、これ完成ですね、はい、はい、2時間でできましたね。でも2時間の見た目じゃないんですけどね。召し上がってください。はい、いただきます。あれじゃないですか。えっ、ナンプラーの仕事すごいですね。これそうなんですよ。これやばい。ちょっとメインちゃんです。はい、どうぞどうぞ。
マジ2時間です。これ2時間ですよね。はい、チャーシューいい感じに仕上がってますけど、米の味の邪魔をしないようには多分これでいいんですよね。ちょっと体でもちょっと甘くなりますよね、混ぜると。うんうんうん知ってる味ですね2時間でできてるよちゃんと。うん、納得いただけましたかね。大丈夫ですかね。ほんとごめんなさいってくらい美味しかった。ほんとに美味しい。いや、ナンプラー衝撃的ですね。ナンプラーちょっと大事なんですよね、手の込んだスープのような香りがそれだけでね、出ますね。演出できるんですよね、お感触しましたね。まあ自分で作ったのもあるし、やっぱその満足感は、はい、計り知れないというか、これやっぱ人に食べさせてあげたらなりますね。なりますね、うん、僕あの嫁に作りますよ。おお嬉しい嬉しい嬉しい。一覧食べる俺作るけどね言いたいっすぜひその時はパチランという名前。パチランパチモノなんで、はい、博多ラーメンというパチランを選択していただいたんで、はい、こういうパッケージでありましたけど、他にも醤油ラーメンだったり、まあいろいろやってますんで、はいはい、家系ラーメンだったり、ぜひあの気になる方はこのパチラン以外にもどんな店がありますかとか、あの店員さんにね質問していただければすぐ返答が来ますので、はい、そのあたりもご連絡いただければと思います、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価に概要欄の方から問い合わせでございます。はい、はい、それではまたねー、はい、バイバイ。